はい、皆さんネオコロの試合やバットフォローの試合や共有スロットやってるところ悪いですが、そろそろ始めますんで、こちらに来ていただけると助かります。はい、あ、じゃあまあね、上からやっていくんで、とりあえず最初は僕とサニーさんなんで、まあそれ以外の2人はやってもらってて大丈夫です。はい、じゃあ僕とサニーさんになります。最初はグー、じゃんけんポン、アイカルショー。じゃあ僕は向こうが、あ、でも千鳥さんトイレ行ったもん。じゃあ、大丈夫、終われば俺かなるかみたいな。千鳥さんが帰ってくるまでやるわ。さあ、ワンピー側にナルカミさん、ツーピー側に SNY。 はい、ワンピー側ナルカミさんがイオリと、あと一人誰だ、あ、チョス、弟、ツーピー側が忍者。いや、忍者やだって、それでいいやん。いや、それでよくね、だって風魔反動だから。さあ、アナザーダブルアサルトを見せてくれるのか。いや、やらんでいい、やらんでいいね。反動の方はもう無理ゲーだしね、風魔の方だって密着でね、パス球権当てないといけないって結構めんどくせえよ。さあ、たまらず鳴神さんがよりに交代。さあ、ぜひ当たって、さあ、めくりをガードして、こうやって差し込んで、ダッシュ昇竜から、もう一度昇竜。さあ、あれは本当にうざったいです。さあ、今度決めて、さあ、より画面端から追い詰めたけど、さあ、投げられて、ダブルレップガン。さあ、ジャンプ 2A が当たって、さあ、ミジンが詰めて逃げる。めくり当たったけど、コパン指導です。さあ、交流波。さあ、ダブルレッポ、ダブルレッポーザー当てて、ジャンプに連打してる。さあ、これは、この組み合わせ、ほんのちょっとだけ、ちょっとだけ、あれ、ダブル当たると当てにくいかな、この2人。まあ、ちょっとだけですけど。さあ、その数が詰めていく。さあ、2D 差し込んで、交流波で切り返して、交代。さあ、投げて、さすがにそれは当たりませんね。でも投げ、ガーキャンが遅かったね、投げです。さあ、遠流波、遠流波。さあ、それはちょっと妨害だった。さあ、風魔死んで、いらんことしたせいで。さあ、確定投げからさあ、レクラリアと、レクラリアとレッコーダー投げて、はい、距離を取るか、あと20秒ほどしかない。攻めなければ長い期間投げて、烈光山昇竜で戻して、さあ、ガン歩きだけはさすがに無理でした。俺はこのままタイムアップでもいいんだがと。はい、で今のはナメプレイヤーと思うんやけど、違う、長飛のコマンドを間違えた俺が悪い。はい、じゃあ次、ダメイナ対アミババデックさんですね。いやだって浮くと思ったことに思わずガードしたもん。あと今回はですね、前回マズピとアテナしかいませんでしたが、今回はあれから1ヶ月経ってますんで、水地が出てますね。
というわけでデクさんは、塩キャラに水違う。クマ髪になってますね。簡単なし簡単なし。あ、地上としても勝手に出るやんもん。下上ってなってるけど、うん、てかあれ地上でできんかったっけ。できるよね。さあワンコン側に、今回リングネームはダメ人間で、ダメ色の半蔵と誰だ文字がいやこっからじゃ見えない目悪いんだよおらしサイバーフーで続き側にデクさんの、水口と誰だっけアスラかな多分。さあ固めていたが投げて切り返して攻めは投げさあ最初の一球決めておっとジャンピングよ 1.42 ジャンピングのお得意のいつもの連覇最初の投げが入ってさあさあ攻めていくさあ結局消費まで決めてこいつ見どころこんなにできたっけあマジでああ止まった耐久投げがこいつバサラでもそうだけど耐久投げ大好きだなバサラの耐久投げ強いけど無敵あるしさあまさかのダメイノの勝利でさあ次がケイチョさん対千鳥さんケイチョさんと千鳥さんですねさあ本日は、店長のが用意してくれたおかげでネオコの2台で動いています。まあ、こちらの野次台の方はあのソフト入れ替えてるせいで隠しキャラが永久に出ないんですよまあねリーグ戦なんで結構ちょくちょく出番が来てしまいますがまあよければさあ来る来るうんでも動かんと投げられるさあワンコン側に千鳥さんの K ダッシュ入る、ツーコン側がケイチャさんの森屋 K ダッシュ千鳥さんはね一応3人目キサラって書いてあるんですけど多分使えないんで出てこないと思いますさあ K ダッシュ対決グローブが赤い方が千鳥さん青い方がケイチャさんですねうん、まあね、こっちからやるやつって結構強くなりがちだね、このゲームでもさあ、これはまず体力半分ほど奪っているがまだ赤ゲージを奪えてないのがシュルさんで、鉄さんが、まあ、スラップ使っていますここでモリアに交代して裏入っておっと出してはなかったか交代の隅にしっかりしゃがみ火から決めていってさあ、手たき落として、おっと、これは、技の引き上げだっけ。さあ、3段目の無条件でランサスターが押し目は、はい、パスリーから行って、4段目に引っかれ。さあ、中段はちょっと早すぎたか。さあ、逃げ口を決めて、投げて、さあ、押し目が通らず、手たきで落として、飛び出しで先制していく。さあ、やとりが上がって、さあ、ジャンプ攻撃が早出しだった。下側から、見されて止まったなでてさあ画面発見交代してしまったさあアイントリガーが跳ねから攻めていく投げてアイントリガー重ねてさあアイントリガーの有利感が見た目ですごいさっきねあれに合わせてあのリバーサルシェルミーの調子投げしようとしたら1回も出ずにひたすら食らってたあれ、無敵があれだか石触れ波だったかと思うんですけど見送りでは違ったっけな。さあ乱れ接触感まで決めて体力は残りわずか。さあ少しに下段差し込んで逃げ消費これは小回り決めてダブルアサルト体力回復をさせらずにさあ自分は体力回復するまで待ちたいがダブルアサルトを使ってしまったので回復しません。あーっとセブンドライブがなぜか当たってこれはまだワンチャンある。中段は持続重ねさすがに見えている。
おっとゲージがなかったので殺しきれず、さあなんとか逃げて、さあこの状況非常に苦しい。さあジャンプ D が強い、コーパン当たってまだ助かったが、ここでセカンドシュート入って勝ったのはケイチョさん。分かっちゃいねえな。え、前提ありますよ。 AB で作成するじゃないですか。 AB 同士で、あれでもゲージがいりますよ。 0.5 本、 0.5 本使う代わりに前提とは比べ物にならないほど高性能です。さあアルトさんがまだ来てないので、じゃあ、僕とダミーノでやりましょうか。はい、じゃあ 1P 側にナルカミさん、 2P 側にダメ人間。いや、半蔵よりはビッグの方が強いと思う。うん、まあさっき見てて思ったけどね。次獅子王だよね。まだ水地しか出てないから。さあ距離取って、出るか。さあ画面発揮、ガーキャンでサイバーウィンに切り替える。おっと、なんだなんだそれ。画面8本だ。サイバーウが固めるが、なんとか抜け出して寄りに転じ、飛び道具で固めて、さあなんか置き攻めを延々と食らってるサイバーウ。投げて画面発光体、ダメージ出て投げて、こっちはもうスキルは投げ返される。ここでサイバーウに交代。コパンから調子入れて追い打ちまで、さあジャンで答える飛び道具で相手を動きを制限するが勝利が出ない。ゲージないよ。このまんま殺しきる。ここに雪が入らなかった。さあこれはきついぞ。ちょっと潰したけど、そりゃそうなるよね。さっきのサイバーウーのキレはどこに行ったのかっていう。サニーさんとデクさんですね。それはお前ちゃんとキャラ見ろよ。いや、どっちにしろダメでしょ。
ちゃんとキャラ見てコマンドをやらないと。はい、ワンコン側にでアミバラネクさんの水地アスラー、ツーコン側にサニーさんの、半蔵風磨ですね。さあ今回はあのアホみたいなキャラ選択はしていない。動画見直してね、自分でこれないわって思ったらしいんで。さあ開幕風磨攻めていくが噛み合わせ。さあ画面端払え当たって、あっと A 級にシフトしているが対空が出てしまっている。さあこのゲーム無駄にコマンド入力が微妙に難しい。さあ TC はサネから電光石火もガードされてますが反撃ないのでかなり強気になってますね。さあ画面端足段固めていて、これは特殊性に入れてナネからの交代。さあ半蔵だ、こう攻めていきが暴れられて画面端に招待されてしまった。タクステック股間からおっと引く確認がしていない。完全に放置している。あっと昇竜読みの厚みが入って、さあデランに乗せさせてヤーリーに浸かる。ここはたまらずガーキャン交代が読みに消されてレッキーカーは届かない。さあナーゲーは暴れてスタークしてから前後セッカーに決めて、さあ2ゲージあるときは要求しないとこうなってしまいます。そして要求しまくって落ち目が全く怖くないという。さあタッチリーが強い、面倒くさいですね。あの技さあめくりやすく見ている、中段も見ているが、さあスタークしてから5番、5番まさむね。さあ画面端あっと呼んでた。まああれ上半身で結構強めにあったはずなんで、発生遅い、発生が遅かったのかな、第2級理由は。さあ遠流派は勝ってなかったわ。さあ2連勝利、アスラのアスラで攻めていくとチャンスを持ってしまいがちですが、2連勝あるとこうなります。さあ出したがですよね。You win。 あ、来ました。くだらん。はい、じゃあゆアルトさんが来たんで、じゃあアルトさん対じゃあ千鳥さんやりましょうか。攻められたくない、あとゲージも足せたくない。だってゲージも取れると飛んだらダメ、飛び道具打ったらダメ。あ、そうかな。あんまり僕獅子王対戦経験ないから分かんない。ああそう、ワンコン側に K ダッシュ回で、ツーコン側に、アルトさんの、セリーロックですね。さあそれでセリーが攻めていって、ここで攻守交代、ダウンナックルはイントリガーで釣りして、さあ細かい体力の削り合い、これは間に合わなかった。9対9から右決めて攻めていく、右決めて中段中段、おっとこれはカウンターヒットしていた。さあチャージダウンしてロコスに出る。さあ交代してロックが攻めていく、レッツイーゼンヒットして、さあっと中継投げ入ったが次に来て、さあ勝利が出てしまっているが反撃が良かった。
あっと、レイビングソングが出ている。しかも今逃げずに、さあ飛んだの見てからキーが余裕でした。コマ投げから、あっと、あっと入らなかったが、逃げ石を決めて、さあハードエッジがあるからコマ決めて、バスタウルフィア暴発っぽいが当たれば OK。 さあアイントリガーで先制して、ヒロミさんが結構適当になった。さあこれはめんどくさい。9対9から3つ決めていけ、ジャンプ陣が強い。ナローからスパシャンしたが聖剣陣が失敗。さあなぜかな、なんか続いて MB でフィニッシュ。勝ったのは千鳥さん。いい、次がケイチャさん対、じゃあ僕でいいのかな。じゃあケイチャさんと僕で。はい、じゃあ 1P 側になるかみさん、 2P 側にケイチャさん。ナルカミさんがイオリとなんか赤いやつで、ケイチャさんがケイラッチと、クリアか。どこ行ってる間にお互いもうライフが半分しかない。カッターメルが竹捨てでイオリがうまく回避して、いくね、駒投げしようとしたところをコパンで、ここで交代。さあ一斉が死を殺しきって、これは美味しいぞ。このクリからおっと勝利ミス。ジャンプでまとわりついて、これはちょっときついか。さあここから大きい攻めでどうにかしたいが、ガードが固かった。とどめはおい、ゆち勝利。話になりません。サンフレ宣言昇竜。次は、はいよ。じゃあはい、アルトさんとサニーさんで。ゲームオーバー。いやだって無敵全くないし、ガラされたら死ぬし、でもサンフレだし。あれを毎回言うことによって歌詞にサンフレって言ったらが止まってくるかもしれない。サンフレ嘘だよみたいな。さあワンコン側にアルトさんのテリーロック、ツーコン側にサニーさんのハンゾーフーマ。さあで来月の大会で獅子王出るかな。まあ来月後半に組めばの話だけど。さあ画面端で電光石火。さあ重ねて電光石火。これはパワーダンプで逃げて電光石火。ちょっとちょっとそれはヒットしても確かんです。
さあ球団見えずに、あっとブレーキングが出なかった。さあしっかりエンリハムで決めて、エンリハで耐えて、さあピンチックさんから打っていく。さあ中段がオールインとされたクラッシュとか見えない。あっとおでんこピックさん出なかった。さあここでお互いキャラを変えて、ロックのエンディングはスタナミが当たらない。氷波で切り返して、ここはライジンタックル。さあ画面発で決まって、あっとここは投げ返して、さあ氷波で切り返して、一気に正宗まで決めていく。八門クランだって、8え、いや八門クランは違う、八門クランはホットシーケン何やったっけ、八門クランだったっけ、あれじゃあ八門クランでよかったっけ。ああまあもう正宗でいいよ、正宗ってかけて。さあこれは見てから投げて、出てきたところにきっちり正宗まで決めていく。あれ下がってなかったよ今。さあここでなぜかダブラサルトを決めて、9まで夢を見たいのか。さあバスターウス抜けちゃったっけな、あれ、まあ、今見てる感じだとあるんでしょうけど。さあ一段しっかり立って投げが入って、半蔵が死んでしまった。これは勝利派で切り、遠慮派で切り返して、遠慮派。さあめんどくさい、遠慮派は適当に出してるが意外とキャッシュコート感じたい。さあハイパーチャージ C は通常技でも削られます。さあでは次は